レオと言います。じゃあ早速曲目聴いてください。ビューナギという歌を歌います。
てるんですけども、今ちょうど真夏休みで帰省して、で、そのタイミングでここに出演させていただいてます。そうですね、まあ、そんな感じです。で、今の1曲目は真夢りっていう曲で、高校3年ぐらいの時に書いた歌です。で、次の歌も、同時期くらいに作った歌で、ジュークという歌を書いたと思います。Thank you.
ました。